南陽市、宮内と高畑町、阿久津で相次いで発生した大規模林野火災を受けて、吉村三重子知事は16日、県消防防災ヘリ、最上に乗り込み、上空から焼損状況を確認しました。速報値で137ヘクタールとなっておりますが、消火を目指したものです。大きく1箇所400度ほど火源のあったものは完全に尾根状にこう広がっていくといいますか、まあ、そういった、平地とはまた違う燃え広がり方で消火活動が大変だったろうなということをつくづくと感じたところであります。特別警戒期間というようなことを今月末まで設けておりますけれども、山でなるべく火を使わないようにしましょうと、注意しましょうというようなことで、今後もしっかりと注意喚起を呼びかけてまいります。